山王駅は愛知県名古屋市中川区山王3丁目にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH35。かつては中日球場前駅、名古屋球場前駅の名称で、1996年までプロ野球セリーグの中日ドラゴンズのホームグラウンドだった名古屋球場への最寄り駅だったが、ホームグラウンドが翌1997年より名古屋ドームに移転したことで利用客が減少し、2005年49年ぶりに開業当時と同じ現在の駅名へと改称している。当駅は普通列車のみの停車であるが、名古屋球場が中日の本拠地だった1996年まで、プロ野球開催時は、試合時間に合わせて、一部の特急以外の全列車が臨時停車していた。本拠地が名古屋ドームに移転した後も2000年代前半までは、コンサートが名古屋球場で行われたことがあり、その際に臨時停車していた。島式ホーム一面に線を有する高架駅。ホームは8両分。駅の前後では、線路がカーブしており、通過列車も多い。かつては有人駅だったが、2004年9月15日から駅集中管理システムによる無人駅となっている。また、1987年に東海旅客鉄道が東海道本線の貨物支線の名古屋球場に近接したところに臨時駅として名古屋球場正門前駅を設けたことに対抗して、1988年春に急遽南口が設置された。南口は名古屋球場が中日ドラゴンズ1軍の本拠地として利用されていた1996年秋まで使用され、その後も2000年代初め頃までコンサート開催時などに稀に使用されていたが、その後は使用されていない。途中の通路にはドラゴンズの選手の手形が飾られていたが、2007年に撤去された。なお、建屋と乗車券販売所はそのまま残されている。駅名が名古屋球場前だった頃、北口駅舎の屋根に大きな野球ボールの看板が設置されていたのも、当駅の特徴だった。バリアフリー対応工事が施行され、以前の駅務室のスペースに多目的トイレが改札口から見て、左側半分の階段を改築し残る右側、半分の階段スペースを利用して、エレベーターがそれぞれ設置された。ホーム高さもかさ上げされ、車両床面との段差がほとんどなくなった。前述のように1996年を最後に、名古屋球場での一軍公式戦開催が終了して、以降は完全な普通列車のみの停車駅となった上に、駅周辺は繁華街でもなく、名古屋市の2大ターミナル駅である。名古屋駅と金山駅の間駅ということもあり、利用客は大きく減少している。しかし現在でも、名古屋球場でプロ野球の2軍戦が行われるため、2軍の試合が終わった直後の時間は切符売り場が混雑することがある。8月4日同12日の夏祭り、花火大会に電車を増発。名古屋鉄道。2001年1月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月3日閲覧。TUBEコンサートの不死参照。ABCD 真尾圭介。日本鉄道旅行地図帳7号。新潮社。2008年43ページ。ISBN 978から41億790万258。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年史名古屋鉄道。1994年972ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、1052ページ。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、1066ページ。AB 寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、255ページ。ISBN 978から47億7701万3364。平成17年1月29日にダイヤ改正を実施名古屋鉄道オリジナルの2020年12月30日時点におけるアーカイブ。https://www.meitsuitpsu.co.jp/プロフィール/news/004/2020-0425.pdf2020年12月30日閲覧。AB 駅時刻表。名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日、閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、巻末折り込み、名古屋鉄道廃線略図、令和2年度移動等円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道、2021年8月5日閲覧。名鉄120年史編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。毎年の統計データ名古屋市。ありがとうございます。